なんだこれ。僕食べるだけなんで、はい、あの取らないで行ってきてください。あ、はい、そうか。What's the difference?あれか、この普通の乗用車なんですね。Yeah, we love Namibia. Yeah, we love Namibia. はい。No, we are going nice. No, no problem. お客さん乗るんすか？タクシーじゃないですか？これは乗り合いバスだよ。don't do that, man. Okay, do it. Now with permission. It's fine. おたび知ってる？おたび知ってるか？And eat that seafood.Ah, so I didn't eat seafood. Thank you very much. It's enough. Okay. Why are you? What? You are a journalist? Not a journalist. Just taking a film to going trip. I have business in China. Oh, so how? You are a journalist?Not journalist, just filming the road trip. No, but I think it's a journalist. Yeah, kind of. Okay. In the island, they never saw a black man. One lady asking me, can I touch you? Oh. That's welcome. Okay. She thought I have a paint. Uh-huh. Oh, really? Touching me, no paint. Oh. Who asked me Fukushima? Is it Fukushima one? Namibia 人は英語を喋る。だから自分たちの言葉や文化がどんどん廃れていってるんだ。俺はどうかと思うがね。結構言ってることは一理あるんですよ、ね。あ、そうなんですか。で、その日本人は日本語を喋るじゃないですか。はい、でもナミビアの人たち今英語喋ってるじゃないですか。喋ってますね。自分たちの言語っていうのが使えなくなっちゃってるから、文化も他から買ってくることになるし。で、日本はまだ自分たちの言語を喋って自分たちの文化を持ってる。だからそのアメリカに占領されるなって。一理あるじゃん。結構いいこと言ってますね。ただの酔っ払いのように見えて、実はちゃんとしてる人かもしれない。暇つぶし用でめちゃくちゃ面白くないものを買おうと思って中古で買ったんですよ。多分すぐ寝るじゃないですか、こういうの読んでると。そのためだけに、はい、なので A から順番に読んでこうか。読む？マジで？すげえ。Amazon で安いの買いました。なるほど。面白い本だと目覚めちゃうんですよ。あと読み終わっちゃうじゃないですか。Thank you.
そうです。あれは大体あ、そうだ、ちょっとルール、はい、細かい、もうちょっと細かいルールが実はあって、ちょっとご説明しますので、はい、じゃあそのあたり、了解です、はい、ですね、行った国につき、1箇所だけ最低24時間は移動しないで一つの町に滞在して、その町の魅力を伝えること、はあ、というルールが、追加で恐縮なんですけど、15時半ですか、まあ、15時半に着いたから、はい、明日の15時半までは次の町に行かないと、まあ、途中その別に魅力のあるところにその観光に行くのはいいんですけど、はいはい、移動、いわゆるドーンと移動しないっていう。わかりました。じゃあ どうしますか、これから。とりあえずそこで昼飯を食おうかなと。おなんか目星のは、多分そこじゃないかなと思うんですけど。ハロー、ハロー。何だこれ。おーベンジ、あるんだ。あ、OK、 OK、 Don't take a picture、 Don't take a picture、 Just for me to eat。Not for picture. I just wanna eat. あ、だからしないで、僕食べるだけなんで、撮らないで、あっち来てください。あ、はい、そうか。はい。メートル？ Thank you。あ、言ってオリックス？うん。ちょっと残念でしたね。残念だなぁ。せっかく広い草が食べるとこ取りたいのに。今度は This one。ハマチに。広草それ、な、まあ、な、な。割と美味しい。ちょっと見せてもらって。これ言ってたんですか、オリックスって言ったかな。オリックス、オリックス、あ、動物の名前、オリックス、オリックス、動物、鹿みたいなやつ、鹿みたいなやつ、みたいなやつ、うまい。何味ですか。結構煮込んでて、味がこういい、こう甘辛いから、ね、おいおい、割とスパイシーで塩が強い、うまそうですね。普通に早い、もう完食。でも5ピースですね。あ、そうですか。昼飯もこれ足りますか。もう一個買うのか。Thank you. Thank you so much. 行きますね。1個負けしてもらいました。そう、何の肉。最初に聞いたから大体忘れちゃったんですよ。最初なんか違う。なんか柑橘系のさっぱりした味で、さっきまでは割と濃いめの辛めだったんですけど。違うんだ、なんか見た目は一緒だけど、ね、お袋によって違うんですね。まあ、そういうことですね。なんていう料理か、まあ、名前もないか、知らない。カジノ的なのですかね。多分ほぼ撮影無理な気がしますけど。そうですね、カジノ。こんにちは。Take one guy. No, 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 no pictures. No pictures. Now you take me. Yeah, now. May I have a beer? Yeah, yeah. Thank you so much. You take a beer. Yes, yeah, beer. Beer. Very well, Gregory. No problem. That's good. Thank you.何のゲームの見たことないゲームなの。ルールが、あ、ルーレットか。ルーレット、あ、ルーレットか。てか誰も客いないんですね。一回やってみますか。あ、ゲッキー入れる感じなんですね。惜しい。2を押して、で、4を押して、4を押
too. ダメですね。わざと避けられてる気がするなこれ。どうぞ。最後。ラスト。最後に来い。Come on, come 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 on,
よかった。小銭重いな。確かにカジノ多分10カ国以上行ってますけど現金出たの初めてですね。だ防犯で要はここに現金詰めると危ないじゃないですか。そうですよね。だから多分何も考えてないんだ。生ビアっぽい。Thank you so much。いやよかったですね。いやあの20ドル使って20ドル返ってきただけなんですけどすごい買った感。So I'm here to reserve the Airbnb. Misha, nice to meet you. Nice to meet you. Great. Let me quickly open for you. Oh yeah, thank you. Thank you so much. Great. Is it fun? Yeah, actually, I got a free beer here, so. Okay, no, that's good. That's good. Welcome. Yeah, thank you. So this is a Far East place. It is a family-run business. Okay. And, oh, いいとこじゃないですか? Yep. Oh, it's cozy. Nice place. So, cafe is closed on Sunday? Yeah. すげえ、貸し切りですね。It's just for safety, but oh, lucky, yeah. maybe it's quite safe. So. Yeah, looks like it's very safe. Okay, you're welcome to come in. Thank you. Whoa. うわ、すごい。おお、すげえ、いい家だ。安かったですか、本当に。ちょっとベッドルーム見ましょうよ。電気つきますかね。電気。あ、じゃあちょっとベッドルーム。あ、おお。メインベッドルーム。すごい綺麗。おお。マジ？でこっちがセカンドベッドルーム。だからあの家族で一棟借りをする用の。で、こうおいくらでしたっけ？一泊？350ナミビアドルいただいてます。ナミビアドル安いですよね、これで、ね、350ナミビアドル、2500円ぐらいですよね。おお、いいとこ詰まった。1泊2500円。今日はだいぶついてますね、僕。ついてるいい顔してます。まあ、あのカジノでも勝ったんで今日はいいです。あれ、そう、よ晩飯はどうですか。もう大体食って僕はもう寝る感じです。もうそのまま 寝ちゃうぐらいの感じ。あ、じゃあはい。あ、そうですか。Okay. じゃあおやすみなさい。お疲れ様です。じゃあちょっとあのやれぞカメラマン、ちょっといいっすか。すいません、これはいい。あ、米持ってきてんのかなと。いや、ビニール袋。あの丈夫なやつだと思う。何が入ってるか。こっちはあの虫除け系。ああ。そうなんですよ。さすが旅慣れてる。ああ。なんか虫除けで今のところ全く使ってないんですけど、で洗濯物干しと、あとベープなんちゃらなんちゃら、日本で売ってるやつ。これまだ使ってないんですけど。入れっぱなしにしとくと1ヶ月ぐらい持つ虫除けのやつがクッションに入ってて、その虫周りで何かあると絵的にも面白くない割に動けなくなるじゃないですか。なんか自動車事故とかだったらまだ絵的に面白いんですけど。あえてこの日本のゆめぴりかに入れてると。まあ、たまたま日本で米買ってたんですけど、あの米袋って丈夫なんですよ。これニューの2回目ですけど。
なんか普通のビニール袋とか破れるじゃないですか。でそのなんか薬品系とかが入ってて破れると面倒くさいのと、一応半透明なんで飛行機に乗せられるんですよ。あ、なるほど。なので一応理由がちゃんとあるんですね。失礼しました、はい、すみません。さすがやっぱもうどこまでもちゃんとこう 理由が理屈がある。あ、それはこれがパンツと T シャツと、まあ、で一応トレーナー的なやつ、まあ、全部やっぱ化学繊維。そうですね、もう洗濯してパッと乾くから。はい、あと靴は特に持ってないのでずっとサンダルです。本当サンダルこれだけ。いらなくないですか。でも靴その砂漠で砂とか入ると超面倒じゃないですか。はい、まあ、確かに砂漠のところはうわうっとしいなと思いました。でもそれ以外ってずっとサンダルってなんかこうナポレオン軍が行軍するときに言われていた話とかなんですけど、はい、休みの時は靴を脱いで靴下を脱げ、足の裏が乾燥していると硬いので怪我しないんですけど、足の裏が柔らかい、靴下履いてます、靴履いてます、蒸れました、はい、で足の皮が柔らかい状態で何かで傷ついたりするって、足の裏傷つくと歩くのめっちゃだるいじゃないですか、はい、なので足の裏は常時乾燥させていた方が良いっていうのがあるので、サンダルで靴下履かないの方が効率的なんですよね。なるほど。いや俺靴履いてきたの間違いだったのかな。なんかこれからただ割と湿気が多くなって虫も多くなるので、あ、そっちの方が正しいかもしれないですよ。あ、なるほど、なるほど。ちゃんと考え抜かれてこのサンダルしてるんですね。思えば、へえ。あ、入り口ですね。ほうほう。あ、キャンセル。いますね。あ、いたいたいた。あ、いたいた。結構いる。あ、いるな。そこそこの数いますね。エリアごとに大きさが分かれていて、ここにいるのは3歳のワニだよ。うん、ここにはいろんな大きさのワニがいて、それを自由に見学できるんだ。セパラトデスデマニフォディファーム。あ、うん、thank you, thank you. Yeah, すげえ。一歳ぐらいならなんか飼えそうな感じしますね。一歳だから体の動きがそんなに俊敏じゃないのかもしれないですけど。触ってみる？でも皮は硬いですね。やべて。あと変温動物なんでめっちゃ冷たい。でもすごいなんかカイマンとかのそのトカゲ系ですよね、サイズ的にも。だからこれ持ってワニって言われてもなんかデカめのトカゲでしょって言われそうな。ノーナ。ノーノ。いや、ヒズガの場合。あ、そう。How many crocodiles? Seven years crocodiles in here? ここには42匹いる。42匹なんだけど、このファーム全体のクロコダイルの数は4600匹いるんだ。そのほとんどが加工されて革製品になるんだよ。だファームってでも観光地というよりは多分革製品工場の意味のファームなんじゃないかっていう。なるほど。ちょっとそこは現実ですね。だそんな観光客来ないですもんね。見せるのはこれだけだけど4000頭いるよっていうそのなんか規模感がおかしいのも含めてちょっと面白いですね。
で結局やっぱ観光で見せるよりも川にした方が儲かるっていう、で多分昔は野生のを取ってたと思うんですけど養殖した方が楽だし儲かるっていうので、割とだから自然環境に影響を与えない形で中国人とかイタリア人の方々が買ってくれてるらしいです。じゃあひろきさん、そろそろ時間ですかね。はいです、はい、今ポチワロン、ポチワロン、ポチワロン、はい、マジでさっきの隕石の近く、最寄り駅、最寄り町、あ、グルートフォルテ、グルートフォルテ、あ、なるほど、ここまでは行けるだろう、行けたらいいなってことですね。はい、ダメだったら行けるんです。了解しました。で、でこのまま北東の方のザンビアの方を目指すっていうことでいいですね。うん、でこの細いところを通っていくと。そうですね、じゃあ2時間ぐらいですね。はいはいはい、はい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 、then got you 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 Grootfontein. Grootfontein. How much is it? 1人175ナミビアドル。Ah, okay. Yeah. Okay. 175だ。175ナミビアドル。1人。Hello. Yes. 小さい車でグルートフォンテインまで行くのがある。Okay. Oh, it's coming now. 彼がドライバー。Hi, my name is Hero. Nice to meet you. My name is Charo. Charo, okay. Yes. Nice to meet you. Charo. Charo, nice to meet you. よろしくお願いします。Nice to meet you. Okay, じゃあ乗ります。もう一人乗せたいんだ。もう一人乗せたいんだ。あと一人分のお金を出してもらうか、もう一人乗せるか、そしたら出られるよ。待ちますか。待ちますか。Then I cannot put any more. No. Yeah. その1人175僕ら払っていますと、はい、で150で払う人がいてらもう出発しますよっていう話をしている。はい、はい、でまあ誰もいないと、いないと、ずっと動けないと。でただあと2時間半ぐらいで日が沈んでしまうので、なので行きたいと。分かりました。でそのまあ1人分150は払わなくてもいいから、こう120でどうだというのを言っている。まあ払いましょう。まあですね、いくらって言いますか。100はなんかいけそうな感じしませんか。100はいけそうな感じするので、90とか80とか言って100にした方がいいのかなという気も。確かに1回80、1回ちょっと強めで言ってますよ。ああ、He said he's gonna pay 80。Then...悩んでますね。もう一人探してみるよ。見つからなかったら80で。日向でずっと探してるんですよ。そろそろ80で決めていきますかね。そうだと監督が、まあ行きましょうか。あの80払いますから。80だとでもほら待つから。あ、そっか。いや100でどうぞ。100ナミペタラス。OK? Let's go! OK, great! メ
チャロさんがこういくつでどういう生活をしているかとかいろいろ掘り出した方が多分視聴者にとって豊川さんのひどい人っていうのがより詳しく分かると思うんですよ。分かりました。チャロさん、ちょっとお話聞いていいですか？お住まいはどっちですか？モチアロモですか？グルートフォンテインに住んでいるんだ。そうですか。グルートフォンテイン生まれ、グルートフォンテイン育ちさ。家族もいるよ。子供と妻がね。ああ、4人いるよ。めちゃくちゃ可愛いんだ。この車はご自身が所有する車ですか？いや、これはボスの車なんだ。彼に売り上げの全てを渡して、月末にその一部が給料としてもらえるんだ。1ヶ月でだいたい1万円くらいかな。30%。 So it depends how much I make. If I make 4,000, so...夢はいつか自分の車を持ちたい。そうすれば売り上げの全てが自分のもの。その夢は近い将来叶いそうなんですか？朝も夜もそう願ってる。いつかそういう日が来ればいいなと。でも何て言ったらいいか、いつかね。ナミビアでの人生はなかなか大変。でも腐っても家族を食べさせられないし、やり続けるしかない。いつか自分の息子には明るい未来が来ればいいなと思っている。ちょっとねぎって申し訳なかったな。ねぎろうと言ったのはひろきさんだしね。いい人ですね、やっぱね、ちょっとね。私着いたら宿を探すんですけど、そのもし宿見つからなかったら、なんかちょっとその泊めていただくような場所とかあったりしますかね？ノーノーノー。次の機会に。そりゃそうですね。Okay, チャロ、How about we invite you dinner at a restaurant in Grootfontein? 僕と No, your family. Your wife?Your kids? And your father? And you? Oh, 聞いてみるよ。 Okay. Hello. Hello, what's going on? 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 Alright. Oh, it's okay? Yes. Oh, great. Yeah. Great. Yes. No, we are going to eat it. Prepare from this. They're going to prepare themselves.近い。あ、こうですか？なぜなら街が小さいから。ああ。あ、これ？そう。あ、いいですね。待ちましょう。Yeah, thank you so much for long trip.チャロさん、ちょっとここをまず紹介していただいてもいいですか？ Can you introduce your family? Okay. Hello. 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 So, so Hiro, nice to meet you. Florencia. Florencia, nice to meet you. All right. Hello. Hi. Nice to meet you. Yes. Florencia. よろしくお願いします。Nice to meet you. Hiro. Nauchai. Nauchai, nice to meet you. Hi. Hi. I'm Hiro.こんなことは自分の人生では初めてで、お客さんに家族を招待してもらうなんて、だから本当に感謝しているよ。Thank you.
Ah, the same again? Okay. Ah, snails? Ah, snails for me. So, have you eaten snails before? Yeah. No? So, do you want to try? No? いらない。Why not? 何を考えるんですか？スネイル。カタツムリ。カタツムリ。いや普通にあの海産物のシーフードの味ですよ。まあフランスは普通に食うので。まあ普通に美味しい。So do you want to try snails? 僕はいいや。How about this? Do you want to try?Yeah, you can try. Wait, hot. It's kind of hot. How is it? Oh, is it good? So. 私は遠慮するわ。あの、あんたら結婚して何年目ですか？いや、20 years. 結婚してから22年目。22 years? 40 years old. So you married 17? 18. Oh, 18? Oh. 結婚、僕まだ5年目なんですけど、結婚生活を長続きさせる秘訣って何ですか？お互いを信頼し合って、お互いを愛し合えば、2人は長く続きます。一度もないわ。Oh, really? Oh, really? Just 3回だけ。Just 3 times? 家族の問題があれば妻と話し合う。子供の問題は家で話し合う。それで解決さ。I understand, but actually the, you are busy and you are not in your home.So your children get the problem, but you have to work at the places. その時は電話で OK さ。OK。問題があれば家に帰るや。Oh, so you come back and you have to talk in your house. If you don't go to dentist, do you, so you cannot repair your hole in your tooth?一回歯医者で親知らずを抜いたんだけど痛すぎて泣いちゃったよ。だから怖くて行けないんだ。薬を歯に詰めてごまかしてるんだよ。But you have, that you have pain every dayBut if you go to the dentist, just one day pain. After that, you have no pain. So how much was it? Oh, it's a long. So long. Too long. Okay. Okay, じゃあ5,000. 5,000.3万5,000. まあ、今日もう宿取っていただいたんです ね, ねすいませんね、ちょっと何から何まで、ネット予約せずにちょっとバータリー的に現地でやれたらなと思ってるんです。今日1回ネット予約せずにちょっと宿探しってやってみません。宿はそこら中にあるんです。あるなので、単に高い金払うだけなんですよ。なのでそれやりたいならどうぞ。でも僕がじゃあやりますと、あの、やっていいですか？じゃあ、ね、探しますね。期待します、加藤くん、ね、頑張ってください。もう一応じゃあ、着いたら探します。私、はい、自発で、はい、では、ドッグペン、バター、
850. Breakfast included. ヒロキさん優しいから。いやだってあの監督ディレクターっすよね。でほら僕らの宿がないっていうのがありつつ、何にもしなかったじゃないですか食事中。何にもしなかったですね。流れなんとかなんじゃないかなって。いやなんとかそんなあなたの仕事で。もう結果なんとかなったじゃないですか。いやまああのいやあの田中さんが撮るってしたけどやらないから僕が撮ったっていうだけで、それをなんとかなったっていうのであれば確かになったと思いましたね。ありがとうございます結果。はい。とりあえず泊まる、はい、おっさんと二人で今日泊まる。優しい。おお、わお。おい、あ、はい、ビッグ。あ、いいっすね。あ、そんな、なるほど。Yeah, it's more than I expected. 結構やっぱいい部屋ですね。じゃ問題は広い方とちっちゃい方ですよ。じゃんけんしますか。いいですか、出演者と制作スタッフ関係なく勝ったら僕こっち行きますよ。全然いいですよ。えっと、じゃあ最初に僕パーを出します。はい、じゃあ最初、はい、最初はグーじゃんけんぽい。すごい喜んでる。いやー、そう言いましょう。でも、出演者とディレクターの関係は関係ないですよって言いましたね。そうです、言いました、はい、言いました、はい、で、僕は最初にパーを出すって言いました。言いました、はい、もう素直に信じて僕は勝ちに行きました。そうですね、素直に信じて勝ちを取りに行ったんですよね。いや、いいと思います。いや、いや社会人としていいと思います。どういう意図だったんですか、最初に。いや、全然視聴者がどういう意図だったか決めるんで。ちょっと違うから、ちょっと寝るから、もう、ほんとに。いや、もう、ディレクターはこっちですからね。すいません、先輩。まあ、年下の時。いやいやいや、演者にちっちゃい方が怒られるな、もうなんか、あと言われるのかな、なんか。でも、約束しましたもんね。いや、僕はなんか、ちゃんと僕はパーを出すって言いました。Good morning. Yeah. How are you doing? Doing good? Oh yeah, good. Hi. Good morning.世界遺産になってもおかしくないと思うんですよ。あ、そうですか。だって世界最大級ですよ。そうですね。Which is a famous place in Namibia to visit? 地球上で最大と言われている隕石が。ナミビアのグルートフォンテインという町にあるよ。おお、おお、あ、これ上。おお、わあ、It's kind of huge。すごい。へえ。すごいなんか造形物っぽい形状ですもんね。ありがとうございます。あ、鉄だわ。すげえなこれ。へえ。でかいですこれ。1920年に地元の農民が見つけた世界で一番大きい隕石です。科学者ジェイコブス・ブリッツによって隕石だと確定されました。8万年前に落下したと言われ、重さは60トンあります。60トン。
その上に登って叫んでみて。エコーがかかるのよ。さあ試してごらん。セオパ？オーバー。セオオあいやいや、I heard that one. エコー、yeah. Oh, it's interesting. Yes. あ、すごいなんか喋ってるとマイク使ってるみたいな感じがする。あの形状でエコーになってるんですけど。あ、そうなんだ。ああ。昔はバーベキューやって削って持って帰ってたけど、そういうのやらないように今ガイドツアーしか入れないようにした。いやでも見応えありましたね、いや来てよかったですよ、ね、まあ、アメリカが持ってこうとして重すぎて持ってけなかったっていうのがすごいアメリカらしいな。そうなんですよ。なるほど。エジプトのオビリスクとかフランスは切って持って帰りましたからね。さすがにこれは切れなかったんじゃないですかね、アメリカは。なるほど。それだ、まあ、その現地の人に聞いて、まあ、そこの魅力的なところを訪ねて、ディレクターがどれだかあったと思ったら、まあ、あの2万円分お支払いするって言ってたの覚えてます？はいはい。取れ高ポイントあったかないか発表します。はい、取れ高ポイントはございました。ありがとうございます。なので 2万円分の、米ドルどうぞ、旅の軍資金の追加でお使いください。また使えない100ドルを。両替しはいいですね。というわけで、モーナスさん、初ゲット、モーナスゲット。はい、そうです。ゆっくり使ってください。でも、お金余りそうだから、そんな嬉しくもない。大丈夫そうだなっていう感じしかしない。この道を進んだ先に僕の家があるよ。町の本当の普通の生活感見れる。はい。Driving a Mercedes Benz. Brand new. Corrupted. 道が悪くなるから気をつけて。壁がトタン屋根。ねえ。トタンで囲って屋根もトタンっていう。ああ、本当だ。こっち側はもう電気がない。水も井戸に取りに行かなきゃいけないんだ。そろそろ家が見えるよ。これが僕の家。あ、これですか。あ、へえ。あ、これかっこいいじゃないですか。ちゃんと、あ、あれな。はい、Good morning。 あ、なるほど。お、So you have a cat。 かわいい。はい、So you plant the… サトウキビを植えているんだけど、水が必要なんだ。あ、So you need water in sugarcane。なかなかうまく育たないのよ。サトウキビを育ててますけど、水が足りない。家の中を見るかい。あ、チャロ、このトタンはどこから持ってきたんですか。このトタン購入して1枚ずつ運んできたんだ。あ、oh, so you just buy one by one。 あ、so someday you put the wall, someday you put the thing. OK、oh. Ah, so your kitchen. Yeah. Oh, kitchen. Oh, kitchen. Hey.Nice kitchen. Yeah, so we make our food for prepared from one person here. I pay every month 100. Ah, so 100. Ah, okay. So, yeah. 誰かにその100ドル払って電気を引かせてもらってて、で、yeah. you have a refrigerator. 本当は電気が来てる。ライトもある。This is my house. This is my daughter. 娘二人、息子二人はここで寝てる。狭いんだけど。綺麗に整頓されてる。So usually when you are at the home, what do you do in your home? 音楽を聴くことが多いかな。テレビはないからね。それと妻とたくさん話をしているかな。So talk and music. 奥さんと一緒に一応寝るところだけど、まあ、最近あんまり忙しくて車で寝てますけど。Me too, me too.
Yeah, it's not a good house. You can even see. Yeah. Can I open the refrigerator? Yes. 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 人んちの冷蔵庫を見るっていう。Yeah. あら、意外と。あ、昨日。I know. ジュース。昨日のジュースが。入ってないといえば入ってない。だから昨日買ったピザ。ですね。だからほぼ昨日買ったもんですね。そっか。冷凍庫。あ、冷凍庫。お、今入ってない。あんまり。冷蔵庫がいっぱいになることはないですか？冷たい水とか小さな肉とか必要な分だけ冷やしておくんだ。あまり綺麗じゃないけど使いたいならどうぞ。じゃあ閉めます。すいません。いや、thank you. Yeah, thank you so much for showing your house. Thank you. Bye. 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 I forgot something there. What, 1 minute, please. ちょっと忘れ物したんで。So, do you know how much to for him to go to dentist? So you have to pay to the dentist.200ナミビアドルくらいかしら。Okay. I have to go 2 o'clock there. So, it, yeah, so it's for dentist. So, yeah, they can go to dentist. Alright. Thank you so much. No problem. Okay. あ、すいません、お待たせしました。お金を払って。あ、現地か。お金を払って。誰に ？OK、レッツゴタッがいない時に説明しかったんですけど、あの配車代として800円でした。あ、お母さんに。あ、お母さんに。あの要は、彼とあの子供たち3人4人分配車行ってっていう。ひろきさん、そんないい人だったんですか。そのナミビアドル持っててもしょうがないですよね。歯は直した方がいいですよ。ほっといて治るもんじゃないんで、一生痛いもん、クラスの。いい出会いを。バイバイ。おおおお。マジ。Thank you. May I go to the next town? ああ、いいよ。どう？ Yeah, ice cold beer. Yeah.Oh, may I go with you? もちろん。Oh, really? Thank you so much. ナミビア人の精神として、困ってる人がいたら助けようというのがある。
three people. The driver. Ah, yeah. Hi, my name is Hiro. Nice to meet you. My name is Charo. Charo. Okay. Yes. Charo. 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 Trust each other and love each other. This is how you can stay long. ちょっと忘れ物したので、そう、いや、they can go to dentist. Thank you so much. No problem. はい、いやもう予定的には無理ですよ。今回の遅れた理由に僕のミスの部分ありましたか？一切ないよね。いや、あの僕ブレットさんに電話するの。ブレットさん電話するの。ヒガシデと申します。あ、こんにちは。よろしくお願いします、はい、旅のパートナーとして東出昌大さん。あ、よろしくお願いします。なんで受けちゃったのかな。本当ですよね。なんでそんな無茶すんだろうって、そんな相棒をって思ったんです。ただ両方の気持ちは分かるなって、僕ももしそうなったら